走をしてきたのですが、 100m のゴールした瞬間に思いっきりこけたことです。極力家にいます。映画を見ます。美味しいものを食べに行くことです。小学校の時に、中学校の時に悪口を言われたことがあったのですが、それに悲しくて、私も言い返したことをずっと謝りたくて、成人式で謝ろうと思っているお友達がいます。ごめんなさい。小松菜奈さんです。